プレシーズンカップ2022強豪千葉ジェッツとの対戦、ミスのヘッドコーチ率いる新チームの初陣、プレシーズンとは思えない白熱したゲーム展開、そして最後の最後に群馬クロインサンダーズが優勝した。その差はわずか1点だった。実はこの戦いの裏に誰も知らないもう一つのストーリーがあった。戦いの地は船橋アリーナ、千葉ジェッツの本拠地。キャプテンはあの富樫勇樹選手。群馬クロインサンダーズのメンバー、いつもと雰囲気は明らかに違う。選手たちが控室で準備を始める中、私たちはある光景に出くわした。千葉ジェッツの富樫選手がサンダーズの控室に現れた。マイケル・パーカー選手はかつて千葉ジェッツで富樫選手のチームメイト。そこに秋チェンバーズ選手も現れた。彼も同じチームだった。3人はまるで幼なじみに出会ったような笑顔で語り合っていた。第2アリーナでウォーミングアップする選手たち。ここでも千葉ジェッツの大倉壮太選手と八村アレン選手は東海大学時代の同期。私たちは敵味方を超えたバスケットボール選手の友情物語を垣間見た。1回戦は西宮ストークスとの対戦。まるで格闘技のようなぶつかり合いが多く見られた。そんな中でケイレブ選手が気を吐いた。チームを引っ張っていく。それにつられるかのように他の選手たちのシュートも見事に決まる。あっという間、見応えのあるゲームだった。決勝の相手は千葉ジェッツ。会場は一面真紅に染まった。名門チーム相手に群馬クレインサンダーズがどう戦うのか、多くの注目を浴びた。ゲームが進む中、私たちはあることを思い出していた。あれは2週間前、伊香保温泉での決意。ケイレブ選手は強く語っていた。Provide energy, athleticism, to set good screens, to get our guards open, offensive rebounds, all the small things that can really help your team win. 身長213センチの大きなケイレブ選手が小さな仕事をしている。みんなが嫌がるゴミ拾いなら俺に任せろ。この言葉通りのプレーが随所に見られた。トレイ選手は穏やかだが強い意志で伝えた。Starting that family culture is what's going to make us successful. A play where we, you know, didn't communicate with each other, he'll stop us, and we need to communicate more so we're all on the same page. 彼が目指すのは家族のようなチーム。阿吽の呼吸でパスがつながる。この時のアレン選手はいつもとは違っていた。やっぱ僕たちはまだ勝つ文化っていうのがないんで。アレン選手は最後の最後まで勝ちにこだわった。
その結果が優勝につながった。試合後、水野ヘッドコーチは千葉ジェッツに敬意を表した。このようにお客さんの前で自分たちがバスケットができたのは、ひとえに千葉ジェッツの関係者の皆さん、そしてチームの皆さんが僕たちを招待してくれて、この場に来ることができたので。両チームに拍手いただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。群馬クリーンサンダーズヘッドコーチ水野浩太ヘッドコーチに大きな拍手をお送りください。プレシーズンカップが終わった。大きな希望、そして大きな課題が見えた。開幕まであと1ヶ月。